はい、どうもケイボンです。ワンピースではサンジが好きです。今日はシュルカーボックスを手に入れたいと思います。シュルカーボックスはシュルカーの殻というアイテムから作れる、まあ、チェストみたいなアイテムのことで、中身にいろんなものを入れたまま持ち歩くことができるチェストです。まあ、そのシュルカーボックスを手に入れるにはエンドに行かなきゃいけないので、今日はエンドラ討伐から、まあ、そのエンドシティ攻略まで一気に行いたいと思います。それではやっていきましょう。前回はこれビーコンを取りましたのでね、かなりスピードが速くなっています。ビーコンはここで使う予定じゃないんで、まあ、ひとまず置いてるんでね、こうやって今スピードの効果を与えてるだけなんですけど。で、準備するものは、まずはエンダーアイというものを作っていかなきゃいけないですね。エンダーアイを作るには、まずはこのエンダーパール、エンダーマンをいっぱい倒さなきゃいけないので、ネザーの青い森、まあ、歪んだ森ですね。そこに行く必要があります。ケーポンクラフトではうつ森と呼んでます。そしてもう一つはこのブレイズロッド。まあ、ブレイズをやっつければ出てきますよね。このブレイズロッドをクラフトして、このブレイズパウダーに崩して使っていきます。このブレイズパウダーとエンダーパール。これを合わせるとエンダーアイというアイテムが作れるので、これをいくつか作っていきましょう。まあ、できれば余裕を持って20個ぐらい作れるといいかもしれないですね。ひとまず20個できたので、これと、あとはエンダーチェストも持っていきましょう。まあ、他には水バケツ。あとはね、できれば木材も持っていきましょう。木材はね、1スタックぐらいあればいいので、このタンクから持っていって、あとはカボチャが欲しいですね。では、カボチャを取りに、お隣の町、ベッドロックバンシュタインに行きましょう。確か、この町にですね、農作物があるはずなんで、移動が終わっていれば、カボチャがあるはず。ありましたね。カボチャを一つ取って、これをハサミでくり抜いて、このくり抜いたカボチャの状態で持っていきましょう。あとは途中で必ずエンダードラゴンをやっつけなきゃいけないので、まあ、エンダードラゴンをやっつけられるように、まあ、弓と、まあ、普通の強い剣、まあ、これがあれば十分でしょうか。なんかポーションとかあればもっと簡単にやっつけられるんですけど、エンドラはそんなに強いわけじゃないんで、まあ、そこまで警戒せずに、まったりと倒していきましょう。まあ、前回ウィザーをソロ討伐して、まあ、ちょっとね、心身ともに疲れているので、今日は仲間をいっぱい連れてきます。それでもエンダードラゴンは任せたいと思います。まあ、とりあえずじゃあ仲間が準備し終わるのを待ちましょうか。はい、ということで今日は仲間が5人ほどいるので、まあ、彼らに戦闘を任せて、まあ、自分はカメラマンとしてやっていきましょう。じゃあとりあえず、ここから外に出て、まあ、それでエンダーアイを使って、エンドポータルの場所を特定していきます。まあ、その前に寝よっか。まあ、武器ありゃ十分でしょう。あとベッド持ってね、みんな。まあ、持ってるか。今寝たから。OK。とりあえず、このエンダーアイを投げていきます。このエンダーアイを投げて、エンダーアイが向かった方向に、このエンドポータル、まあ、エンド要塞があります。で、あのようにね、落ちてしまったエンダーアイはちゃんと拾っておきましょう。まあ、たまにね、これ消滅してしまうので、100% 拾えるわけじゃないんですが、消滅しなかったものに関しては拾っておかないともったいないです。あっちか。なので、いつもシッチリアに行く方向に歩いていけばありそうですね。一人しかついてきてないんだけど。しばらくはいつもシッチリアに行く道。まあ、ここを歩いていきましょう。まだこのリスポンブルクとシッチリアの間にはね、道を作っていないので、まあ、こうやって松明で印をつけた場所を歩いていくと、まあ、たどり着くという感じになっています。まあ、自分の経験上なんですが、だいたいこのエンダーアイを投げた先は、まあ、一千座標くらいのところにだいたいあるんですよ。なのでシッチリアほど遠い場所には、ならないと思いますけども、まあ、ちょうどこのね、行く道中とかにあれば、結構楽なんですけどね。うん、ついてきてる、ついてきてる。とりあえずここで、人数確認しないと、まあ、絶対迷子になるんで、このままだと。うん、大丈夫だ。ついてきてる。一回この辺で投げてみましょう。あ、あっち側を指してますね。もうそろそろあっち側歩いていってもいいかもしれないです。少し松明の道を外れるような感じですね。この辺は前に地図分けした時に来たところだと思うんですが、まあ、ひまわり畑があるので間違いないですね。ということは、ま、知ってる場所にありそうな気がします。うん、まだあっちだ。もう一回投げてみましょう。あ、ややね、右寄りのまっすぐですね。あ、今度は消滅しちゃいました。なのでね、エンダーアイが1個減っちゃったんですけど、たまにこうやって消滅するやつがあるんですよね。村が見えてきました。意外と村の地下が、まあ、エンド要塞になっているパターンも結構よく見るので、
かなり村の下が濃厚ですね。ここを見ていきましょう。こっちだ。ちょっと村の反対側に行って投げてみますか。今度はまた村の方に戻ってしまっているので、これは完全に村の真下ですね。ちょっと乗っちゃったよ。乗っちゃったよ。ありがとう。ところでさ、エンターチェスト持ってきた人、まあ、この噴水の下あたりをね、下に掘って行きたいところですけど、どうしよう、エンダーチェスト。持ってこようかな。シャベルある人、ジャンプ。ワッタか。じゃあワッタに頼んで、この下を掘ってってくださいな。今、ワッタに下に掘ってもらっているので、まあ、これでエンド要塞が見つかれば、まあ、大当たりですね。うん、また大体このぐらいの高さにある。あ、あったじゃん。あるじゃん。痛い、ごめん。この石レンガが見えたら要塞ですね。ようやく発見しました。ここまではしごをつけて、まあ、登り降りできるようにしておきましょう。じゃあ、とりあえず、ポータルを探しに行きましょう。縦に分からないで行こう。縦っていうか、分かれないでみんなで固まっていきましょう。わ、なんか早速見っけたな。要塞の中にある図書館ですね。まあ、ここの、クモの巣が欲しいところだが、とりあえず無視して、で、ボーナスチェストがあるので、これだけ取っていきましょう。あ、あった。ありました。ここが、エンドポータルですね。エンドポータルのここにはね、このシルバーフィッシュという敵モブのスポナーがあります。これは全く役に立たないので、これは壊しておきましょう。あとはここに持ってきたエンダーアイをはめていくだけです。合計で12個必要なので、まあ、こんな感じで20個ぐらいね、余裕を持って作ってきたんですけど、こうやってエンドポータルにエンダーアイをはめることでエンドに行くことができます。あとはね、ここにリスポーン地点を作って、まあ、それでエンダードラゴンの戦いに備えるだけですね。エンドではベッドで寝ることができないです。なので、ここで寝ていくような感じです。みんなのベッドも置いてきなよ。邪魔だから。修学旅行みたいだね。ゆうとくさん。あ、いるか。いるわ。コバさんの書に確認した。ごめん。ちょっと待って。ハイチュウカンタラやるわ、じゃあ。今回、ベッドでとどめさすわ。あ、とどめだけ取っといて。うん。ベッドバカーでぶっ飛ばす、最後。だから、ギリギリのとこまで削って、俺が最後一気にやるわ。いや、いいっす。そんなにいらないっす。もったいない。最後の一個だけでいいよ。はい、ということで、エンドに向かっていきましょう。じゃあ、一人ずつ飛び込んでもらおうか。どうぞ。うんうん。行くぞ。怖い。怖い。そしたらこの上にね、エンダードラゴンがいるはずなので、ここを掘って、まずは上に登りましょう。死ぬからね、これふざけたら。おっと、このようにエンダードラゴン以外にもエンダーマンがたくさんいるので、まあ、こういう時は、このヘルメットの代わりにカボチャを被ると、ちょっと見にくいんですが、エンダーマンと目を合わせても大丈夫になります。他にもエンダーマンは水が苦手なので、こうやって水を流しておけば、まあ、エンダーマンは寄ってこないので、まあそういう避け方もありますね。ではまずはこの黒曜石の、この塔の上に、エンドクリスタルというね、まあ、ああいう光ったものがあるので、あれを矢で行って、エンダードラゴンはね、エンドクリスタルのところで回復を行うので、まずはあれをなくしてしまいます。もうウォーデンとかウィザーと戦ってきたんで、エンドラが弱く感じるんだけど、今回はトドベをね、このベッドでやっていきたいと思います。エンドではネザーと同じようにベッドを使うと爆発をするので、まあ、それを利用して、今回はね、とどめはベッドでやっていきます。エンダードラゴンは相手飛んでるときはね、矢が当たれば効くんですけれども、この真ん中に止まったときは矢が効かないので、この剣で叩いていくしかないですね。一人死んだな。よし、最後の一発がもう決まる状態まで持ってこれたので、
回復しちゃってんな。もう一発殴って、それでベッドを置いてとどめを刺します。やっつけちゃった。エンダードラゴンはものすごい数のね経験値を落とすので、これを拾っておけば、まあ一気にさレベル32になったな。おばさんが結構拾ったでしょ。そしてこの真ん中のポータルに入ると元の場所にまた戻ることができます。まあ、こうやって一応マインクラフトにもエンディングがあるんですね。まあ、これを全部見ることもできますが非常に長いので、これはスキップをします。そうすると一度寝た場所に戻ってこれるので、またここで新たに準備を行っていきましょう。ところで皆さん、エンダーパールがありません。10個ぐらいお願いします。次はシュルカーの殻を取りに行かなきゃいけないんですが、エンドシティに行くのにエンダーパールが必要になるので、このエンダーマン狩りをしましょう。エンダーマンが落とすね、エンダーパールを期待して、まあ、最低でも2個必要なのでもらっていきます。まあ6人いるよね、が12個必要だね最低。エンダーパールが集まったらあの中に入りたいんですね。あそこの先がエンドシティになりますので、まずは階段を作っていかなきゃいけないです。あ、待ったさ、まずエンドストーンで積み上げてもらっていい？俺がその上に階段置いていくから。エンドはこの黒いところに落ちるともうそれだけでね終わってしまいます。しかも今持ってないアイテムは全てロスしてしまうので、まあ、かなり命がけの作業をやっていますね今は。あ、怖い、足を踏み外しそうだ。あ、ありがたい、ちゃんと縁を作ってくれている。やばいやばいやばい、ありがとう。これなら生きられる。怖すぎ。ここのね、小さいポータルの中にエンダーパールを投げると、また別の世界にワープすることができます。まあ、こんな感じですね。そしてここの広大なエンドの世界のどこかに、エンドシティという建物があるので、それを探せば、シュルカーの殻を手に入れることができるんですね。まあ、これはプルファー。こうやって下を壊すとね、一気に壊れて、コーラスフルーツというのが手に入ります。まあこれもエンドの資材の材料とかになったりするので、この弓で真ん中が白くなってるやつをね、射抜くとコーラスの花というのが取れるので、このコーラスの花を持ち帰って、このエンドストーンの上に植えてあげれば、コーラスフルーツが育ちますので、とにかくこれをね、持ち帰れば大丈夫。ああ、鬱陶しい、鬱陶しい。なんで俺の方ばっか来んの？準備できましたか？いきますよ。じゃあこの辺りを歩いて、エンドシティを探していきましょう。場所がわからなくならないようにね、見つからないパターンも考えといた方がいいな。エンドはこのようにね、大陸が離れていることがあるので、まあ、ここはしょうがないので、今持っているブロックで繋ぐしかありません。まあ、これは命がけの作業ですね。どうやって繋ごうか。怖い。そこの橋整えておいて、俺探してくるかな。お、エンドシティ発見。エンドシップもあるね。じゃあ、ここを攻略していきましょう。あ、こっちのね、なんかうにょうにょしたのがエンドシティ。ここにシュルカーという敵がいるので、それをやっつければ、シュルカーの殻が手に入ります。しかもね、お宝のチェストもいっぱい眠っているので、このエンドシティは楽しいんですよね。そして、こちらに見えるのがエンドシップ。もう邪魔だな。エンドシップにはエリトラという空を飛ぶお宝が眠っているので、あそこもね、必ず行きましょう。まあ、ちょ、とりあえず一回、橋のとこ戻るよ。全集合。まずはシュルカーの殻をゲットしていきましょう。シュルカーの殻はね、このアイテムボーナス3がついた剣で叩いた方が、まあ、よりたくさん手に入る確率が高くなるので、まあ、できればアイテムボーナスをつけて、まあ、そういった剣を持っていきましょう。シュルカーはあそこにいるね、紫の、なんか今動いたね、箱みたいなやつです。こいつの攻撃を受けないように、ここに攻撃してもらっていきましょう。攻撃を受けるとこうやって浮いてしまうんですね。シュルカーの殻が落ちました。これをたくさんゲットしていきたいです。シュルカーの殻を2つとチェストを1つでこのシュルカーボックスを作ることができます。シュルカーボックスはこのように置いて開けて中にいらないものを入れて、そしてこれをこのようにね、つるはしで壊して持ち歩くことができます。なので大量にね、荷物を運ぶ時とかにめちゃくちゃ便利なので、これを今日は大量にゲットしていきましょう。シュルカはアイテムボーナス持っている人に任せます。これはエンドロットですね。まあ、これは光源として使えるので、
まあ、これもこうやってもらっていきましょう。まずい。浮いてしまった。まあ、落下軽減がついてるんで、まあ、この効果が切れて落ちても、まあ、そこまでダメージは食らわないですね。まあ、ここの桟橋から向こうのエンドシップに行くことができます。まあ、向こうにもシュルカーがいるんでね、まあ、結局あっちで浮いちゃうことになるかな。ここのエンドシップの中にはね、まあ、このように調合台があったりだとか、他にもね、ボーナスチェストがあったりだとかします。ここにもね、シュルカーがいるんでやっつけちゃいましょう。これがエリトラですね。これを切ると空を飛ぶことができるので、まあ、早速これはゲットしていきます。まあ、他にもね、ちょっと強めの鉄の防具だとか、まあ、ツルハシなんかもありますね。たまにダイヤモンドもあるのでね、結構ここでゲットしたものをね、そのまま使うこともできるでしょう。まあもらえるものはゴミでももらうので、エンドにあるものはもらわないわけがないですね。そしてこの船の先端には、エンダードラゴンの顔をした、この頭があるので、これももらっていきます。このね、足場を作って、めちゃくちゃ怖いですが、まあ、こんな感じで、これを削って、このドラゴンの頭、これをゲットできます。まあ、これは飾ったりだとか、あとはこれで被ってね、遊ぶこともできます。まあ、特に防御力が上がるわけじゃないんで、まあ、こうやってね、歩くとパクパクするだけなんですけど。で、今他の仲間がエンドシティを攻略しているみたいなので、まあ、そこに向かいますか。まあ、こんな感じで、エリトラを着て、飛ぶことができます。いいね。じゃあ、あとは頼むわ。はい。では、エンドから帰ってきました。戦利品はこんな感じですね。結構ね、防具なんかがたくさん取れます。そして、こんな感じで結構なエンチャントがついてるんですね。中にはダイヤモンドもあります。そして、ツルハシとか剣とか、まあ、もっとたくさんあるところもあるんですけど、これでも少なめの方です。肝心な殻に関しては一応13個、ここにありますが、まあ、こちら側でね、まあ、2個ずつ使っているので、まあ、21個、この殻が取れたわけですね。エンドシティはまだエンドに行けばたくさんありますので、またエンドを探検すればこのシュルカーの殻もね、もっと増やすことができますので、今後もこのシュルカーボックスをね、まあ、どんどん作っていきたいと思います。まあ、前回のビーコンと、まあ、今回のこのシュルカーボックスを使って、また次の動画に繋がっていきますので、ぜひご期待ください。